福音ルター派自由教会、ドイツ語、エヴァンジリスチ、ルテライッシュ・フレーカーシュ、略称、リーフックは、ドイツにある、小規模なルター派の自由教会である。神学的には16世紀に作られたルター派信条を、保守する厳格な保守派である。設立は1876年で、教会共同体の大半は、ザクセン王国にあった。 バイマル共和国時代の1923年に広報尋常の遮断という法的地位を得た。ファシズム体制のナチスドイツ、共産主義体制の東ドイツという政治体制の激変に直面しながらも、教会組織を守り通した。2021年現在、16の教会共同体を有しているが、その多くが旧東独のザクセン州にある。ザクセン州以外のドイツ各地にも、 小規模な集会所があり、礼拝と説教を行っている。加えて、隣国オーストリアのフォア・アールベルク州にも集会所がある。福音ルター派自由教会には約1250人の教会員が在籍している。1871年、ザクセン王国において支配的な存在であったルター派両方教会から一部のルター派が離脱した。この者たちは後に、 福音ルター派自由協会を結成することになる。当時、隣国のプロイセン王国においてルター派と改革派協会による合同協会であるコプロイセン合同福音主義協会が設立されていた。ザクセン王国では改革派協会信徒はわずかな数に過ぎず、協会合同という動きも起きなかった。けれども、ルター派が圧倒的に優勢だったザクセン王国においても、 神学的自由主義の影響が浸透した。その結果、ルター派以外の信徒と共に生産に預かることを認めるルター派牧師たちが目立つようになっていた。これは、他教派との合同生産を禁じるルター派信条からの逸脱でもあった。このような状況に危機感を持った信条主義的保守派が、1871年に、ザクセン王国のルター派両方協会から離脱し、 ルター派信条を厳格に解釈し、守る新たな共同体を設立した。1876年に、この者たちが、福音ルター派自由協会に結集したのである。両方協会から離脱し、ドイツ帝国内諸法からも独立したことで、初めて自由協会という名称を用いたルター派協会が、設立されたのである。フリードリヒルーラントが、初代、プレゼスとして就任した。 1877年、フリードリ・ヒブルンによって指導されていたルター派協会、共同体が、ヘッセン・ナスサウ・福音主義協会から離脱し、福音ルター派自由協会に加わった。この集団はかなり前から、ザクセンの信条主義的ルター派と接触していた。その翌年、バイエルン王国のルター派も加わった。さらに、ドイツ帝国内諸法に住む、信条主義的ルター派主義者たちも、 このルター派自由協会結集した。1911年、デンマークのルター主義者たちも加わったため、協会名称にあった、ドイツが消え、福音ルター派自由協会という名称になった。このルター派自由協会は、ドイツ系アメリカ人によって設立されたルター派協会、ミズーリーシノのととも密接なつながりを持った。ルター派自由協会の創世期において、ザクセン王国出身で、 米国に移住し、ミズーリーシュノットの初代議長になった、新常主義ルター派神学者のカール・フェルディナント・ビルヘルム・ワルサーから大きな影響を受けた。ルター派自由協会のフリードリヒ・ルーラント初代、プレゼスは北米のルター派・ミズーリーシュノットで発展した、新常主義神学から影響を受けた。ルター派協会、ミズーリーシュノットとの協会観光流は20世紀においても継続した。 第二次世界大戦後、福音ルター派自由協会の協会共同体は、鉄のカーテンによって分断された。1972年、西ドイツ側にある福音ルター派自由協会に属する、協会共同体は、独立福音ルター派協会に加わった。同年、東ドイツ側の福音ルター派自由協会は、コプロイセンルター派協会と共に、同じ登録地区にある、 独立福音ルター派協会と交流協定を締結した。しかしながら、この協会間交流協定は1984年に破棄された。批判的聖書研究とエキメニズムへの対処をめぐる論議において一致点を乱すことや妥協もできず、決裂したからであった。ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツの交流が可能になった1989年。 独立福音ルター派協会に合流していた西ドイツ側の福音ルター派自由協会の一部が独立福音ルター派協会から離脱して再び福音ルター派自由協会に戻った。三位一体協会福音ルター派自由協会の進学はビッテンベルクの宗教改革者マルティンルターによる伝統的協議に刻印されている。テモテへの第二の手紙三章十六節において 聖書全体は、神の霊によるものでとあるように、聖書は、神の霊によって記述され、誤りなきものとするものである。1580年に刊行された福音、ルター派教会の新条集、一致新条書は、聖書を誤りなきものとし、教会において聖書が正しく解釈されるとした。一致新条書には、使徒新条、アウグスブルク信仰告白、 マルティン・ルターによる小教理問答書も含まれている。この教会の牧師になろうとする者は、聖書とルター派一致信条書に従う制約を、認職前に義務付けられる。福音ルター派自由教会の教義はルター派信条を、骨守する保守的な特徴に彩られている。その教義によって、自派教会員だけの閉鎖的生産が守られ、女性の牧師認職も否定される。その結果、 福音ルター派自由教会の生産礼拝には、自拝外のルター派や他教派の信徒の参加は許されず、将来であっても女性が牧師に認職されることもない。この自由教会に属する教会共同体は自立した存在である。これらの教会共同体が連合する形で、教会総会を形作っている。福音ルター派自由教会の教会総会は2年ごとに開催され、 加盟している16の協会共同体はそれぞれ牧師と信徒代表を派遣する。協会共同体から委任されたことことで、総会代議員たちは総会の議論と議決に加わる。この協会総会において、協会内外の管理事項や諸課題が検討された上で決議される。総会は、この自由協会の代表者であるプレゼスを選出し、権限と職務を委ねる。 教会総会において選出された代表者は、その職務遂行に際して、常に責任を負う。霊的指導者としてのプレゼスは、教会総会で選出される。その任期は4年である。プレゼスは、教会総会と、総会評議会の議長職にもつくと同時に、福音ルター派自由協会の牧師であり続ける。2018年以降この職にあるのは、ミハイル・ヘルプストである。 総会評議会は、この自由協会の指導部であり、プレゼスト二人の牧師、二人の神徒大議員によって構成される。総会評議会は、協会総会で認められた運営方針にのっとり、協会運営全般を担う。同時に、全体協会を代表する。福音ルター派自由協会ルター派神学校他の協派と比べてみても協会員数が、極めて少ないに関わらず、 この自由協会は、かなりの数の教会関連施設を運営維持している。1953年、福音ルター派自由協会は、ライプツ比に小規模ながら神学校を開校し、維持し続けている。これは次世代の後継者を確保し、過去を解雇することを可能にするためである。冷戦による東西ドイツ分断の固定化によって、独自の神学校施設は不可欠な存在になった。 福音ルター派自由協会は、進学教育において、他の心情主義的ルター派協会と共に、西ドイツ側にあるオーバー・ウルゼル、ルター派進学大学を設立し、運営に加わっていた。しかしながら、進学生が西側の進学大学に入学しても、東ドイツに戻ることはできなくなり、東側に独自の神学校を設立することになった。なお、 東ドイツ時代のライプツヒには国立のライプツヒ大学進学部ザクセン福音ルター派宗教会等の東独地区のルター派宗教会が運営していたライプツヒ神学校があったが福音ルター派自由教会はこれらの進学教育機関とは一切関わらなかった。独立福音ルター派自由教会が経営に深く関与する形でコンコルディアキリスト教書店と その出版部門がザック選手をつびかうで運営されている。なお、この書店は19世紀にまで期限をたどることができる。2001年、同地においてマルティンルター博士グルントシューレを開設した。ドイツにある他のルター派自由協会と比べても、福音ルター派自由協会は、エキュメニズム運動に対して明確に否定的態度を示している。福音ルター派自由協会では、 協議と実践において、完全な同意が必要不可欠とみなしているからである。そのため、独立福音ルター派協会やドイツ福音主義協会等、ドイツにあるほとんどの教派が属している、ドイツキリスト教会活動共同体には加盟せず、新条主義福音ルター派会議という自派の国際組織にしか加わっていない。なお、この教派組織に入っているルター派は、他教派だけでなく、 ルター派世界連盟や世界ルター派評議会とも一切交流をしない。そのため、欧州の大半の福音主義協会が加わったロイエンベルクイ致チ協約にも加わっていない。ありがとうございます。